こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは、竹粕を滅ぼすために生まれた静岡県民の絆あかりです。本日のニュースはこちら。ライザの新作フィギュアが太すぎる。もう、このライザたまんねー。マックスファクトリーから発売予定のライザリン・シュタウトの新作フィギュアの太ももが太すぎるとネットで話題です。ツイッターでは公式が、話題のアトリエシリーズ、ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家より、ライザリン・シュタウトの彩色が初お披露目、元気な笑顔やホットパンツからはみ出る太もも、小鳥と戯れるライザをどうぞご覧ください、と案内しました。公式も太ももを押してるのか。ライザリン・シュタウト、通称ライザは、RPG ゲームである、ライザのアトリエシリーズの主人公を務める、錬金術師の少女ですね。第1作発売前からネット上では紳士たちがその太ももに狂喜乱舞、多くの注目を集め、8週の売り上げはシリーズ最多となる15万本を記録しました。公式設定では、平凡で特徴がないのが特徴の少女のようです。この太ももで特徴がないのは無理があるでしょ。ちなみに私の公式設定は、椎茸に親を殺された過去を持つ明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声をベースとした静岡県民です。よろしくね。メーカーはなんでこんなモンスターを作ったんだよ、勘弁してくれ。ライザの代名詞といえばその太もも、ネット民の反応は、赤ちゃん錬金術かま、お前のような錬金術師がいるか、この太ももで錬金術は無理でしょ、とんでもないモラルハザードだよ、この娘スケベすぎる、太ももで押しつぶされたい、こんなボディで錬金術師を名乗るなんて各方面に失礼だよね、太もも破裂するやろ、こんなの歩いてたら普通に犯罪だろ、太ももでシリーズを救った女など割と最低なコメントがありました。ちなみに同じアトリエシリーズのソフィーがライザの衣装を着ると、ライザ以外が着ると栄養失調を疑うレベル、貧弱すぎる、これは赤ちゃん錬金できんわと、これまた最低なコメントが多数ありました。この太ももなんか違うんだよね、王道すぎるというか太さがないよね。うわ、私はこのライザのアトリエをプレイしたことはないのですが、面白いのでしょうか。うん、そうだな。面白いか面白くないかで言えば、太ももがエッチ、かな。ゲームの評価を聞いてるんだが。それでは最後に謎かけを。ライザの太ももとかけまして、いつの間にか春が来たと解きます。その心は？歓喜、太すぎ。ご視聴ありがとうございました。